いや、小島さんといえば明るい。あ、これ私も買った、これ全部買える、フルペイント買える。ゲストです。こんにちは、小島春菜です。ねえ、すごい来てくれましたよ。小島さんめちゃくちゃメイク詳しいんですよ、うん、化粧品もすごいね。リサーチをするんだよね、買うみたいな。あーね、海外でも結構買ったりしてるんだよね、うん、日本のコスメも結構好きで。で、最近じゃあお気に入りのコスメとかなんかないの？あ、なんか一応いろいろ持ってきたんで。あ、ぜひぜひぜひ。なんか、うん、私何系が好きだっけ？いや、小島さんといえば赤リップってイメージですよ。あ、確かに、うん、ね、みんなこう視聴者の方もそうだと思うんですけど、うん、小島さんって言われればアイラインと赤リップってイメージ。あ、確かに、そのイメージもね、もしかしたら河北さんが作ったと言っても過言ではないですけど。そうなんですね。うん、過言ではないそうなんですけど、うん、確かに、うん、でも何だろう、赤はずっと好きで、顔の色がパッと明るくなって透明感、うんうんうん、出るから赤リップを塗るのがすごく好きなんだけど、うん、やっぱりここ数年は赤でもいろんな赤が出るようになって、はいはいはい、赤みは好きだけど、うん、季節によってちょっとその赤みに変化があるって感じ。なるほど、そうだよね、うん、常になんかお気に入りの赤は多分使ってたイメージあるんだけど、変わってきたよね最近。まあ、今もね、今はこれ変わってきた。あ、テラコーター使ってます。そう、おしゃれ。でもこれも赤みが、そう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 、ちょっと赤みがあればいいと思うね。そうそう、ピンクでも赤みがあったりし、ベージュでもちょっと赤みがあったり、うん、最近は赤っていうよりもローズっぽいカラーを狙ってる。なるほど。ベージュだと、うん、ベージュリップとか雑誌で見るけど、うんうんうん、実際顔色悪いとか、はい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 、なんていうの、うんうん、生活ではちょっとこのとこの足りないなみたいな、うん、なんかこう地味に見えちゃうとか、うんうんうん、そういうことね。だからローズぐらいだと、うん、ちょうどそのおしゃれさと、うん、これぐらいこれだとちょっと、またない、あー、やだ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 うっかり八兵衛ですこれでもモーブとかまずどんな感じ、うん、私が好きな、これ海外コスメで日本にはないんだけど、はいはい、アワーグラスっていう、アワーグラスで、これリップライナーみたいな細さなのよ、これ。おー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 おお、はい、なんか使いやすいの、これが。え、そうなの、ちょっと塗ってみて。クレヨンと思って、あれ塗っちゃって、ちょっとおじさんが手にちょっといいですか、おじさんが手にちょっと乗せちゃっていいの、このあのリップラインと口紅の間みたいな、このサイズ感、うん、クレヨンでもなくて、はい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 、あ、いいの、ほら似てんじゃん、やっぱり本当だ、本当だ、ほらちょっと違うね、ちょっと違うけど、やっぱり結構同系ですよ。まあ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 、そう、こういうのって、うん、なんか口紅をふっくら見せてくれる効果が、はい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 、血色にもなるし、普段使いしやすいから。なるほどね、ローズ、うん、もうちょっと赤みあってもいいんだけど、いい、例えば俺が持ってるこのシャネルとか、うん、あ、これ私も買った、これこれは、あ、これ大好きでしょ、持ってる、これ132って番号なんですか、うんうん、この色味、なんかこういうのって、うん、あ、ここまでいったらいいんだけど、カーキとか、うん、この中だったら、うん、カーキのこういうアイシャドウ、カーキのアイシャドウとかに合いそう、はいはい、でこういう服だったらすごいおしゃれじゃない、おしゃれ、想像つくからこれ、ね、ああ、それだとわかる、おしゃれ、おしゃれじゃない、うん、このカーキもね、うん、あの全部カーキにするんじゃなくてライン使いでしょ、うんうんうん、際ね、カーキはこう頑張ってダーンと入れちゃうとちょっとこうスモキーアイみたいな、ちょっと前の、そうなのよ、ちょっとトゥーマッチ、うん、トゥーマッチインフォメーションこれ全部色通る、いや、そうですよ今日は YouTube ってそう、自分で決められるから、うん、ラジオとかでも、うん、どういう、やばい、一生喋っちゃうじゃん一生喋りたいんですよ一生喋るために今日小島さんに呼んでるんであ、これいいやって、実は小島さんがいいやって言ったら、まあ、もちろん買いたいと思うんだけど、うん、あの本当に私似合わなかったってなった時はすごい怖いもんね、うん、そうだね、だからちょっと一回試してもらうというのが絶対必要かもしれないですね、うん、ね、はい、あと、なんかさっきカーキとか言ったじゃん、うん、あのカーキってなかなかみんな使えないって言うんですよ。あ、そうなんだ。どう、小島さんは。私は逆にそういうピンクとか、うん、パープルとかそっちよりも使いやすい、うんうん、俺もそう思う一緒だ俺もそう思うんですよ、うんうんうん、ちょっと外人ニュアンスっていうか、あ、茶色く、目の玉が茶色くならない、あ、なんか透き通った、そう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 、感じが出るの、透明感出るかも、でしょ、そうそうそう、
そうだからこれはね、本当ライン使いをもっともっとやってくれたらいいなと思うんですよ。ネイビーよりもなんかその効果は高い気がする。ピンクといえばもうデコルテさんですよ。もうデコルテさん、これですよ。あー、使いやすそう。そうなんですよ。ピンクっていうかね、なんていうの。そうそうそう、ちょこれもちょっと、まあ、ピンクブラウンよりなんですけどね。ブラウンによってたらピンクも使いやすいよね。ね、あの、人の肌の色によって全然色が違う、ね、違う違う。あれこのポーチはさ、そう、もしかして今超話題の。そう、これ、うん、スイート4月号の付録で、はい、私のブランド、うん、ハーニックトゥーとコラボさせていただいたんですよ。わお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 、こちらのエンボスポーチで、うん、形もね、可愛くて、はいはいはい、いっぱい入るんですよ。どれくらい入るの。結構入るし、この中がね、ハーニックトゥーのチェリー柄になってるんですよ。すごいすごい。これ裏返ってすごくない。すごい。いや、これはいいね。すごい、ね、サイズもなんか旅行とかにも便利だし。ちょっと今何点入ってるの。結構入ってる、うん、それを見せて。あ、ちゃんとビューラーも入るのね。そう、ビューラーとか大きいこういうファンデーションとか、チップとかも入るし、うん、いっぱい全部入る。フルメイク入ってくる、うん、今まであんまり、うん、なんか春だから春色とか、うん、秋だから秋色って本当に興味なかったもんね。ない。はい、もう俺もない。ないよね。ない。そうなの。ちょっとアップデートするっていうくらいかも、うん、なんかベーシックが決まってて、それをちょっとプラスオンしていく感じだよね。そう、うんうんうん、色味をちょっと変えたり、ね、その時どうしてって洋服やっぱり決めてからメイクかするの。小山さんのメイクの順番は。あ、確かにバランスが、うん、でも本当に、うん、そんなにこれだから何色って普段ってそんなにやらない。やってよ、ぶっちゃけ。だから着てバランス見て、あの洋服の色とか見て、あ、違う、メイクして洋服着て、あ、この色だからもうベーシックがあって、そこにアリップはちょっと春色にしようとか、ちょっとアイシャドウちょっとだけ足そうとか、なんかそれくらい。そうだよね。じゃベーシックの顔を作って着替えて、あ、ちょっと足りないなとか、あ、ちょっとこれ足してみようかなぐらいな感覚でメイクしてる、ね。そうだね。確かにね。毎回着替えてからメイクって俺はしてほしいなと思ってる。あ、なんかよくそうって提案してる、ね。ずっと言い続けてると思う。うんうん。でもまあむず、まあでもな、着替えてから服汚れたりするもんね。うん。あと気分が変わっちゃう。気分が変わっちゃう。まあね。あとなんか、うん、すっぴんの自分が何かなんか。洋服着ようとか思って、うん、なるほど。じゃあベーシックの顔を先作ると、うん、そう、最低限、最低限の、うんうんうん、もうさささっと眉とか、例えば、まあ、アイメイクも最低限やっちゃうと、うんうん、ちょっと気分が上がるような、まあ、まず可愛い、あ、大丈夫だぞ今日私と思って服を着ると、うん、で、足りないところにちょっと色を足していくぞという感じですか。そんな感じ、私は、ね、はは、確かにこれ共感されてるみんな。本当、あ、なんか俺がすげえこう、ドレレみたいな。先に服、先に着替える着替える。着替えられねえよってなってますよ。でもね、それもいいなと思って一時期やってた、うん、一時期。一時期でしょ。そう、まあ、あれすごいなと思った。リップを先にすると、カッパさんが言ってたリップを先にすると顔もキザーのことができるから、そうね、それいいよねって言ってたのが、うん、いいなと思った。だって T シャツでさ、デニムの時もあるわけですよ。あるある。その時に顔バシーンってやってリップやっちゃうとさ、うん、プラスプラス。そう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 、うん、わかる。リップってすごい強いから、うん、先にしといて、うん、あとまあなんかこのくらいでいいかなっていう程度のメイクはすごいかっこいい。いいよね。赤リップとか特にそのサイドの高い部分の時は、うん、そういう方がいいのかなってちょっとしてますね。あ、う、る、ん。最後。あとこれも最近使ってる。ハイライト。あ、ボビー。パウダー系なんですね。そう、ハイライトはクリーム。使ってたんだけど、はい、最近またなんかちょっと飽きて、はい、いろいろメイクのなんか影響を受けるんだけど、はい、中国人の友達の女の子がこれいいよって中国の女の子って結構メイクちゃんとするんだけど、肌がパーって白くて結構ハイライトがポイントだったり、いや、あのどっちかっていうとヨーロッパと同じような結構のメイクだと思う、うん、そうかも。だから私あんまハイライトする、ハイライトもコントーリングも全く普段しなかったんだけど、うん、それいいなと思って、結構なんていうの、やる気が出るというか、オンになる感じ。パウダーで。そう。そう、チークとハイライトの兼用みたいな感じがいいなと思って。スポンジにか。ブラシ。ああ、うん、ブラシでつけたら、スポンジの方が密着するかもしれない。ね、私も結構。
ここだけでいいでしょ。そうでも俺はこうやってこの玉線になりますあ、もちろん量をね、どうぞしますか、あの下の方がギラギラになりすぎない。そうどうですか、すごいナチュラル。いやいや。あ、でも綺麗ですよ。でもこのくらいだよね、本当に。うん、さりげなく。そう。やりすぎ、自分でわかん、ちょっと光が当たってわかるくらいですね、そうそうそう、こういうもの。また今度メイクしてほしいな。ねえ、うん、みんな見たかったはずなんですよ。本当に。僕もやっぱりメイクしての乾きたじゃないですか。そうだよね、本当に。はい、喋っての乾きたじゃないんで、うんうん、やっぱり今度はね、次回登場の時は、うん、バシッとメイクさせていただきたいと、うん、次回を、ね、はい、お楽しみにしていただければと。では皆さん、ありがとうございました。邪魔しました。